2015年8月17日にアルバータ州リトルボーリゾートで撮影されたスティーブの画像スティーブは紫色に輝く光の帯が夜空に見られる大気の発光現象でカナダアルバータ州のオーロラ撮影者らによって発見された欧州宇宙機関の地磁気観測衛星スワームの観測データを分析した結果によるとスティーブは幅およそ2 5トルで東西に伸びる 高温気体の帯で地上 300km での温度は3000度も上昇し、流速はスティーブの外側の気体が秒速 10m 程度なのに対し、スティーブ内は秒速 6km と桁違いに速い。スティーブは実は普遍的に発生している現象だが、最近までその存在は全くと言って良いほど知られていなかった。スペリオルコにかかるスティーブ。 原点にプロトンアークとの説明がついているが間違いである。なお、アルバータオーロラ・チェイサーズもこの画像が NASA のウェブサイトにプロトンアークして掲載されていたため、自分たちが追っている現象がプロトンアークだと思い込んでいた。ケン・ウィリアムズ撮影。この発光現象を発見したのはアルバータオーロラ・チェイサーズという Facebook 上のオーロラ撮影者グループに参加する。 オーロラ撮影者たちで彼らは発見からしばらくはこの現象をプロトンアークと呼ばれる陽子のオーロラ現象であると思っていた。しかし撮影された画像を見たカルガリー大学の地球物理学者ドノバンはこの発光現象がプロトンアークではないと指摘した。なぜならば陽子オーロラは肉眼で見える現象ではなく構造上の特徴も撮影された光の帯とは 異なるからである。オーロラ撮影者の一人で、アルバータオーロラ・チェイサーズの管理者を務めるラツラフは、この現象がプロトンアークではないと知ると、映画オーバー・ザ・ヘッジ中で、突如現れた生垣の正体に悩む動物たちが、生垣をスティーブと呼ぶことにした場面に着想を得て、この発光現象をスティーブと呼ぶことを提案した。その後、正体の よくわかっていないこの異常なオーロラは、オーロラ追跡の市民科学事業、オーロラサウルス上で2年間に30件以上の発生が報告された。考案者のラツラフは、スティーブは科学的名称が決まるまでのかなと考えていたが、オーロラサウルスを主催する NASA、ゴダード宇宙飛行センターの地球物理学者、マクドナルドが、 サドンサーマルエミッションフロムベロシティエンハンスメントをスティーブとするバクロニムを考えると NASA もストロングサーマルエミッションベロシティエンハンスメントとして採用しスティーブがこの現象の公的な名称に決まったメディアを再生するバンクーバー周辺に出現したオーロラのタイムラプス画像0時25分から0時30分あたりで左端にスティーブが現れている スティーブの光は一見オーロラ状に見えるが、通常のオーロラとは、色や持続時間、観測できる場所といった特徴が明らかに異なっている。スティーブの外見的な特徴をまとめると、以下のようなものになる。どの番は、カルガリー大学とカリフォルニア大学バークレー校が運用するオーロラ観測用全天撮像装置網のデータと、アルバータオーロラチェイサーズが撮影した写真などから、 スティーブ発生時に発生地点上空をスワーム衛星が通過した機械を突き止めスワーム衛星の測定データを調べることでスティーブの特徴の一端を明らかにした2018年3月マクドナルドドノバンラはその成果をサイエンスアドバンセズ紙に発表スティーブが発生している領域では西向きに最大秒速5 5トルという高速でイオンが流れ 領域内での電子温度は最高で 6000K に達する一方、電子の密度は2から3割に低下していることが示された。これらの特徴は、スティーブが電離層の狭い井戸幅に見られる西向きの高速四流、サブオーロラ体温度リフトに関係した現象であることを示唆する。スティーブが陶器に観測されていない点も、精度が発生する季節の傾向と合っている。 精度に伴い工学的な現象が発生することはそれまで知られておらず、スティーブは精度に関係して発生した工学的な現象が史上初めて記録された例と見られる。ありがとうございます。